もう一人で帰るね。はい。ちょっと待って。キスされただけで逃げて帰ってきちゃったんだ。笑わないでよ。頭の中が真っ白になっちゃって。でもさ、北条くんの気持ちもわかるな。一ヶ月経ってキスすらさせないなんて男にとっては苦痛だよ。胸だって触られたもん。私だったら一週間で一緒に朝を迎える関係になってるね。凛と一緒にしないで。だってキスとか、そのエッチなこととか、そういうのを目的に付き合い始めたのかなって。だって男の子ってそういうものでしょ？憧れの人だったんだからいいじゃんよ。あ、憧れだったから余計だよ。私なんかがその北条くんに告白されたのって、それ以外に目的がないんじゃないかって、捨てられるの嫌だし。いや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 、北条くんも童貞でしょ。それで捨てられるとかありえないよ。童貞とか言わないで。でもどうするの？愛から接触しないと気まずい関係になっちゃうでしょ？うん。でも、やっぱりそういうのって、もっと時間が経ってから。かわいそうだね、北条くん。ようやく付き合った子にセックスすらさせてもらえないなんてさ。別れちゃえばいいじゃん。え？いやだよ。だってその、ずっと好きだったし。エッチなことが目的で何が悪いの？この年でセックスに興味津々なのは当然だしさ。好き同士ならいずれすることでしょ？だから、それをゆっくりと時間をかけて。一ヶ月も待った北条くんの気持ち、考えたことがある？え？うん。考えてるよ。愛は私が特別だと思っているようだけどね。付き合ったその日から手を出してくるやつなんてザラなの。相手が好きと思えるならエッチしたくなるなんて当然なんだよ。それを愛を大切にして1ヶ月も我慢してくれたんだよ。うん、でもセックスが怖い？うん。手をつなぐだけでも緊張するのに、そんなに詳しくないし。きっとね、向こうも愛に手を出すのが怖いんだよ。え？だって私たちの年だよ。それに愛が初めての彼女だよ。うまく愛部とかできるか不安だろうし、何よりも子供ができる心配だってあるの。だって男の子ってたくさんの女の子と付き合ったり、エッチだけしたら捨てたりとかするでしょ。1ヶ月待ったってところで北条くんを信じてあげられない？信じる？信じるの。不安で怖くて、でもやっぱりエッチしたくて、でも大切にしたくて、それを葛藤したのが1ヶ月。愛みたいに逃げてばかりとは比べ物にならないほど苦しい時間だったと思うよ。うん。ね、セックスが怖くても初心者同士、ゆっくりと相手と気持ちを重ねながら二人で勉強するって考えもありじゃないかな。一緒に勉強できるかな。本当に疎くて。憧れの人だったんでしょ？うん。じゃ、今度はこれ憧れから本当に好きになっていかなくちゃね。そろそろ恋人にならないとダメだよ。はい、これ。何これ？リンってエッチな DVD とか見るの？いくら知識なしって言っても予習くらいしなきゃね。もう、リンのバカ。そのバカな友人に相談をしているのはどこの誰？そうだね。あのさ、こんなことを今更言うのも変だけど。うん。
ありがとう。ごめん。今日普通に一緒に帰ってくれて嬉しい。ううん、私こそごめん。逃げ出すなんてひどいよね。昨日さ、帰ってからいろいろと考えたんだけどさ、キスなんてこれから付き合っていけばいくらでもできるもんな。やっぱり焦るのはやめにする。そうなの？こうして歩いているだけでも幸せって思えるし、愛がしてもいいよって言ってくれたらその時にキスをするよ。うん。だから俺のことをそんなに怖がらずに、今まで通り楽しくできたらいいなって。うん。愛？北条くん。何？いいの？今したいなって思ったから。エッチなことってね、どんなことをすればいいか今までは知らなかったの。それでね、凛にこれを借りたの。わざわざ借りてこんなものを見たの？うん、見たの。だけどね、見るだけで恥ずかしいっていうのもあるけど、よくわからなかった。なんでこんなことをして気持ちいいのか、なんで好きだったらこんなことをするのか。だから北条くんと一緒に勉強していきたいね。一緒にだったら少しはわかるかなって。だから、ごめんな、無理をさせて。うん、私こそ今まで気を使わせてごめんなさい。急がなくていいよ。ゆっくり一緒に勉強をしていこうな。うん。もう一回キスをしてもらってもいい？いきなり積極的だな。いいの？うん、いいの。今度はもっと長くキスをしてほしい。豊くんに。